宇都隆君自由民主党の宇田隆です、えー、本日は、えー、本日の委員会の冒頭であの質問をなさいました民主党の田代議員とともに8月の18日から4泊5日で北方領土国後ロフ島に行ってまいりました,、えー、いただいた20分の間この北方領土に関しての質問をさせていただきたいと思います えー、さて、今、この北方領土に関して、えー、川端大臣、それから、えー、現場外務大臣、それぞれあの大変なご努力をいただいていることに対しては、非常にあの大きな敬意を表したいと思うんですが、しかしながら、なかなかこれがあの努力が現実に結びついていかない、これはこの現民主党政権だけでなく、これまでの日本政府の北方領土に対する外交のすべてにおいてそうだったような気がいたします。あの川端大臣が、えー、報道の中の発言でおっしゃられているように、まさに展望が見えない。 不安と苛立ち、これ現地だけではないですね、この北方領土に関する返還運動に携わっている全ての人間が全く展望を見えない、具体的に何をしていていいかよくわからない、このことがやはり一番この問題の根幹にあるんだと思います、え今日はあの若干踏み込む形にもなるかとは思いますけれども、そもそも何を考えていかなきゃいけないんだろうかということを。あの 熟議いただければぜひ、積極的なご答弁いいいたただきたいと思いますまずあの川端大臣にお聞きいたしますが、先日の11月3日、まあ、根室側からでありましたけれども、北方領土を視察いただきました、その際に、まあ、いろいろな思いの丈を報道等で述べられていらっしゃるんですが、あの訪問を受けて、具体的にこれからまず何をやっていこうという大臣の中で見つけられた何かがございますか。川端大臣 あの参りましての感想は先ほどお,お話しご答弁した通りでありますけれども、その中で、ですね、えー、総理にもぜひとも来てほしいと、小泉総理以来、まあ、総理がなかなか来ておられないというお話がありますそして、えー、私自身が感じた大変な思い,あの重い、えー、責任を含めて、ですね、えーまあ、総理にお出会いしたときに行ってきた報告の中で、 そういう大変厳しい状況の中で、島民の皆さんもご苦労されているということで、えー、総理、日程が具体的にあるわけではないでしょうが、ぜひとも来てほしいというご要望もありましたということで、これはあまさに昨日からの要するに首脳会談も含めて、ですねいろんな機会もあるので、大変思いあのあの、強い思いで、 党、えー、民の方、元党民の方おられるという実情はまず総理にはお話をいたしました、そして総理は、まあ、そ,それを踏まえて、えー、も含めていろいろ大統領との会談も望んでおられるのではないかというふうには一つ思いました、えー、同時にやはり、えー、高齢化しているということで、えーこのえー、2世、3世の皆さんがあやはりこの運動の中心になるというときに、 なかなかそのこういう経済状況の中で仕事休んでという運動さえしにくくなっているという自分の仕事が大変だと上に運動ですからそれ以上に運動がもう継続が大変厳しくなっているということがあ切々と言われましたやはり、えー、そういう中心の運動があって国民世論がそれをまあ受け止めてみんなで、えー、これはどうしてもというふうな 後押しがないと、ですね、いろんな事象がありますね、外交上含めて、非常にセンシティブなことがあったときに、世論の反応がやっぱりひきちっと起こるということは、極めて大事だというふうに思いまして、この分には相当知恵を出しながら、しっかりやってまいろうと思った次第でございます。太君。積極的なご答弁ありがとうございました、まさにあのこの国のまずトップのリーダーが、非常にこの返還に対して、強い関心があるという姿勢を見せること。 それから実際に運動に携わる国民の背のやはり強く後押ししていくこと、非常に重要な2つのことだと思います。また、川村大臣、この,あのビザなし交流に関して、まあに、国会の日程があれば、ぜひご自分でも参加してみたいということもおっしゃってましたけど、私もぜひです、ね、現職大臣として参加していただきたいと思います。あの私、参加した中で2つ大きく自分の中で得るものがありました。1つは自分の中で北方領土に対してて描いていたイメージ ここれれにに関しししてはもう完全に払拭ななななけばらいいいとと思ました。私あの、ちょうど90年代頃の、いわゆる北方領土がまだ非常に経済も低、えー、調の段階の中で、えー、アンケートを取れば、えー、あれは確かシャコタンだったでしょうか、80数パーセントの人間が日本側に帰属することを望んでいるというアンケート等が出て、それが今の,あのロシアのクリル開発計画。 をえー、後押ししようううとといいい動きにつながったという話もも聞いておりますけれども現在の非常に豊かな生活で我々の日常生活と全く変わらないようなレベルの生活をしておりますし、えー、ホームビジット等で実際に向こうで生活している住民の皆さんに話を聞くと現在の生活に大きな不満はないような話をやはりされていましたそういうところからしても、えー、まず我々、えーま、ず北方領土に対する意識を変えていかなきゃいけないなというのが一つともう一点は今、大臣がおっしゃったように どどんどん世代交代、それから元島民の高齢化が進んでいっていく中にあって、時間はあまりないんだなと、あのまあ静かな環境の中でゆっくり進めていくというのはこれ外交の鉄則では、特にこういう領土問題のようなセンシティブな問題はそうなんですけれども、あまり時間はないなというのを非常に強く感じました、こういうです、ね、危機意識というか、実体感するようなこの意識というのをやはり担当大臣が強く持っていただくことが解決の糸口だと思いますので、ぜひその点はお願いして。 いただえー、お願いいいしたいと思いますさて、えー、ちょっと、えー、この経済が著しく発展している北方四島との,この経済の問題について若干踏み込んだ質問をさせていただきたいんですが、前々、えー、外務大臣である前原大臣、北方領土を視察されて帰ってきた後に、今後はその政治的な立場を若干超えて、もう少し幅広い意味での経済交流を進めるべきではないかというような趣旨のお話もされておりました。また今ロシアは あくまでロシアの主権を前提とした形で共同開発、あるいは、えー、経済交流ができないかというのを、まあ、我が方にも、えー、いろいろな形で打診してきておりますし、あるいは中国、韓国といった第三国に対しても北方四島の開発に対しての投資を促すような動きも強くあります。こういうことに関して、えー、現場大臣として、前、まあ、然前原大臣からの申し送りで何かそういうことがあったのか、あるいは大臣、えーご本えー、個人のご意見として、 この経済交流、政治的なこの立場をちょっと超えた形での、切り離した形での経済交流とことに対して、どのようなご意見をお持ちか、お願いいたします。現場外部大臣。あの今、お話をお伺いしててですね、あのまあ、この間もそうだったんですが、本質的な話がいろいろ入ってると思います。で私はやはり、この領土問題というのを考えるときに、一つはあ首脳間、 まあ政府関係者間もそうですが、とりわけ首脳間の信頼関係の構築が必要である、もう一つは、まあ、こういうやり取りもそういうところが若干あるので気をつけなきゃいけないんですが、メディアを通じてではなくて、静かな環境で実質的な議論をしようということ、そして我が国の世論が割れないということ、大事だと思うんです。でそれともう一つは、 やっぱり我が国の立場がしっと一貫してると、一貫してるっていう意味は、つまりは自らの立場と矛盾しない行動を取るということが、極めて本質論としてまず大事であるというふうに思います、でその上で、まあ、今お話があったですね、そのいわゆる共同経済活動も、結局、われわれの立場と矛盾しない活動を取るということが大事ですから、何より大事なのは、先ほどの あの四島交流もそうなんですけど、やはりわれわれの法的立場を害さない、このことがやはり大前提であるということです、その中で、やはりわれわれとして考え得るものを提案をして、えー、そして、えー、共同経済活動で,です、ね、取りうるものがあれば、あしっかりとお行っていくということはあ、十二分に考えられるというふうに思ってます。 宇都君ありがとうございますあの、まあ、経済連携、あるいは経済交流というのは、まあ、やぶさかではないけれども、あくまでそれは我が方のまの、あ、主張、これを大前提として、これを覆さないと、一貫性を持つというご答弁だったと思います、しかしながらです、ねあの、このような情報もありまして、今、この4棟の、えー、開発インフラ等の整備というので、非常に、まあ、現地でもいろんな、えー、需要があるわけです。でえーまあ、向こうはギル、えー ギトギストロイという、まあ、会社が大きなシェアを持っていてこれが金融、建設業業、漁業いろいろあらゆるところに手を、まあ、広くやっているんですけれどもそこに対して、まあ、いろんな整備、えー、施設、設備それから機械こういうものでより、まあ、質のいい機械等をあ、まあ、向こうが求めると求めたいというところがあるんですがなかなか向こうの立場上直接日本側に来てそういう機械を購入していくということはできないというような立場に向こうの立場がまたあるわけです。そういうい中で日本のビジネスマンが ロシアのビザを取って、まあ、向こうまで行ってそういうビジネスをしてくるというようなことがあるというような情報も一部ちょっと聞いておりましてであるいは、えー、我々が行った時も、えー、こういう情報が入ってきたんですけれども日本の学生がロシア側のビザを取得して観光目的で四島に入ってきたというような話もありましたでこれはあの竹島の問題この委員会で取り上げるのはあの適切ではないんですけれども竹島の問題ともやはり似てましてあの韓国側のビザを取得して竹島に対するあの観光に行くという我が国の 主張を、やはり一貫性を損ななううようなあの問題であると思います。ただ今、この渡航制限に関しては、えー、国民に対してその自粛を求めてはいるものの法的な制約というのは、まあ、一切ないというふうに私は承知しておりますが、やっぱこういうところもですね、法的な制約、あるいは何らかの,この実効性の担保というのを作っていくべきではないかと思うんですが、外務大臣としてこの辺はどうお考えですか。現場大臣。委員長。いや、あの、 まあちょっと今のお話はですね、えーまあ、初めての問いだったんで、えー、ただ、ですね、基本的に先ほど申し上げましたけれども先ほどおっしゃったような例はもう絶対にダメだとつまりは我が国の法的立場を害する行為なんですねですからまあ我々としてはあその都度その都度ですね、えー、厳しく,その,くその旨をですね、えー、言っていると。 いう状況にあるということでございます。宇都君。問題は海外がどう見るかという話だと思うんですね。政府としては一貫してそういう姿勢を貫き、国民にそういうまあ意思を伝えていたとしても、先方から見れば、 その日本の中の国民のまあ一部がまあそういう行動をすればそ,のそれをある程度容認しているというふうふに見られてもこれは仕方がないと思いますやはり法的なです、ね、しっかりとした担保をとって、えー、まあ緩やかなです、ね、要請等ではなくこ,れこういう領土問題に関わるあるいは我が法の主張に関わってくる問題はしっかりとした対応を政府としてとっていただきたいと思います。 さて先ほどあの後継者の問題が河田大臣からもありました、これ非常に大きな問題だと思います、当初、元島民1万7000強いたという島民がもう現在は高齢化が進み、約7000名程度になっているというような現状、またこの2世、3世の議員に関しては、まあ、あの運動に所属している方もいれば、もう所属していない方もいるというような現状でした、私があの一番え現地に行ってショックを受けましたことは、現地でのホームビジット。 えー、ご家庭に訪問して食事を、まあ、取らせていただいてその中でいろんな意見交換をしたんですけれどもその、えー、ホストをしてくださった向こう側の受け入れ先の奥様私と同い年でした3世ですですからおばあちゃんの代でお,ばおじいちゃんおばあちゃんの代でもう移ってきてお母さんの代からもう冬眠です生まれながらにしてですからもちろん3世の本人は冬眠、えー、もうそこはふるさとですし でその子供、もう4歳ぐらいの小さな女の子がいましたが彼女にとってもまさにふるさとなんですね我々はこういう,もうふるさと意識兄弟を強く持った人間たちとこの領土問題をぶつけていかなきゃいけない非常に難しいハードルが上がってきたなというのを改めて感じたわけですけれどもこの今後この、まあ、いかにして、えー、元島民が高齢化している中で、えー、意識を広げていくかというのももちろん大事なんですが私その時に考えましたのは仮にですよ この返還というのがかなったときに向こうの四島側に移住する人間というのを一体日本国政府はどういうふうに考えているんだというのをそのときに思いましたあの島民の中で、まあえー、7000人近くまだ元島民の方は残っていますがこれは高齢化が進んでいますから中にはもう、えー、年齢的に向こうに渡る力がないあるいは渡っても非常に健康的に心配だという方もいらっしゃると思いますで、改めてですね、今、この返還になった後に一体どういう移住の計画 まあ希望も含めてそうなんでしょうが、あの考えているか、あるいはこういう議論をもともとしたことはあるのか、このことについて教えていただきたいと思います川端大臣 <laughs> あの。帰った後のお話でいうと、年地の問題も含めて、ですね、人の問題、いろんなまあ漁業権とかいろいろなことも含めて、いろんな課題があり、えー、都元都民の皆さんからもいろいろお話はされます。 ただ、まあ、外務大臣の立場があるんでしょうけども、現在、外交交渉を含めてやっているというので言うと、まあ、非常に建前的にありますけども、やっり平和条約を締結した後、あるいは締結するということがまあほぼ確定した時。 沖縄変化の場合もですね、そういう事態でほぼ決まったという時から実際の復帰の話どうしようかと。まあ、これはもうちょっとあの形は違いますけどがそこに住んでる沖縄の時はあの戦力にあったというだけでありますけど、ということで言うと今、そういうことを政府として具体的に検討されているということはではないというふうふに承知しております。宇都君 これ外交交渉の話ですから形が作る前に表立った形でのというのはなかなか難しいと思うんですけど、やはりですね、省内検討なり、まあ、何らかの、まあ、具体的な結果としては表には出せませんという評価であ最終的な結果であったとしてもやはり検討していく。